これを名付けて、おのぼのじ
になってね、みんながどこも見えるようになったというのが、まあ、神話のこれは本当のことで、今日の見ない人がどうはね、すぐずったことになるんだね。今日市長が見えて二つであんまり喋ったくねえんだと、もう神楽好きだから、一時知り合いするまでね、やっぱりほら同じ人がやってたりするもんだから、せっかく今日が見えておりますのでね、皆さん私より拍手が足んなくてうまくねえから市長だのためにいっぺん拍手してけど、万世一つよろしくお願いいたします。俺んとりゃこれよりジャンクだったからね、これ挨拶した時はやっぱり、うん、いやいや市長でないとよろしくどうぞ。静かに今日は黒森神楽を拝見させていただこうと思ってきたんですが、なんか、少しお話をせということで、バツナギということですので、はい、今日はすごく黒森神楽の、春季のこういうですね、
皆さんへのお披露目と同時にですね、今日はあの、遊覧船が、山田で作ってた遊覧船をですね、出来上がりまして、宮古の港に持ってきました午前中、2時間ちょっとぐらいですかね、あの山田からかかってですね、であの19トンという小さなですねお船なんですけども、80人乗れます。であの外海も今日走ってきましたけども、安定性が良くてですね、そしてあの皆さんをですね安全にあの、海の上をあの走らせることができますので、7月17日にですね、運行開始しますので、楽しみに待ってていただきたいというふうに思います。やはりあのなんか俺だけ喋ってる、なんかあの休憩時間みたいですので、あの少し話をさせていただきますが、あの宮古もですねやはりあの、みんなしっかりこう住みよい街づくりのためにはこういう神事も非常に大事なことだというふうに思っています。であのこの間はあの、さらば義経ということでですね、市民劇もですねあの義経北行伝説にちなんでですねやらせていただきました。黒森神社もですねやはりあの義経がここを立ち寄ったというですね、吾妻鏡にはないんですが、吾妻鏡はですね獅子として残ってるんですが、あれはあの、北条が作ったあですね、北条家が作ったあの歴史の本でありますので、当然ながらあの義経はですね、まあ通り宮みたいなものになっていますが、あの宮古とすればですねやはりあの義経北行伝説をですねあの信じたいというふうに思っておりますし、ここの、神社でですねあのお経を書いたというようなあのお話も残っておりますので、黒義経から、黒森となったと、本当だか嘘だかよく分かりませんが、そういうお話もありますので、歴史は大事にしながらですねあの宮古の町づくりも進めてまいりたいというふうに思っておりますので、皆さん方にはぜひあのご協力をいただければというふうに思います。そろそろいいでしょうか。はい、あのお時間となったようでございますので、では引き続きあのご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いします。突然の振りにもかかわらず山本市長どうもありがとうございました。ご紹介申し上げました、あのこの黒森神社の屋根を修復するときにですね、宮古市さんの方からも何個だっけ何個だっけ何個でしたいただいております。あの宮古市の有形文化財ということで神社の方に、宮古市さんの方からいただいております。この神楽堂の方にはいただいてないんですけど、神社の方にはいただきました。ありがとうございます。最初から内鳴らし、二つ目演目が、龍でということで、その次が、新岩戸開きということです。この岩戸開きっていうのはあの黒森神楽には2種類あって、三番神楽っていう、昔からのやつと、今日やったのは我々はこう分けて新開きというふうに分けて言ってるんですけど、こちらにいる上坂良心さんのおじいさんがどうが昭和の時代になってから作ったやつだというふうに言われています。あの巫女さんがやるお湯立ての時の巫女舞を渦目の前に、見立てて、でそれでやったのが今日の岩戸開きでございます。次が次がもうちょっとって言ってました次があの狂言の伊勢参りというものをすでに見た方があるかと思いますけれども、ご披露したいと思います。山伏とそれからあのお伊勢参りに行く八兵衛というものが2人が出てきてですね、2人でこう珍道中しながらあのお伊勢参りに向かうというところを面白おかしくやるものでございますので、
見ていただければなと思います。あの最初にあのご案内がちゃんとうまくなくて、あの主催者の方でもっと駐車場を広く準備できればよかったんですけど、あの大変あの下から歩いてきたなという人もいて、あの申し訳ありませんでした。この場を借りて先に謝らせていただきます。申し訳ありません。また次もし秋にやる機会があればですね、その意見は何か考えようもないですけど考えてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、もう少しお待ちください。